はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もタイムアタックの続きやっていきたいと思います。今プレイ時間は6時間となっております。光の4章をクリアしていきましょう。では行きます。そういえばこういうやつもいたね。おー、弱い。はい、光のメインストーリーおしまい。次誰行こうかな。次はケメロスのメインストーリーやっていってます。うん、ケメロスまでは全然いけるね。これがクバリーですね。余裕です。次ケメロス終了です。あと4人か。あと4人。まだ時間あるね。あと3人いけそうだ。まあ、全然、ここはいけますね。キャスティのストーリーやってます。終わり、余裕。キャスティ、クリアです。まだいけるね。もう少し行こう。次はアグネアですね。こんなボスいたね。そういえばちょっと時間がなくなってきた。大急ぎで行かないと終わっちゃうね。アグネアクリアです。でまだね、もう少し、最後に一気火星をちょっと取り行こうか。あれがちょっと欲しくなってきた。到着。まあさっと倒しましょう。こいつは別に問題ないと思うんだよね。はいはいはい、オッケーオッケー。ちょっとずるい方法は使ってますんで、それでサクッと倒しちゃいましょう。海坊主のサメ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 で、あとはあと歴戦だね。歴戦の剣が欲しい。歴戦の剣を手に入れたらば光の攻撃力がもっと上がるので、うん、エクストラボスも倒しやすくなるかな、おそらく。しゃ、もう終わりでしょ。うん、ここでおしまいです。これで一気火星が手に入る。政治はいい。よし、そこの宝箱のとこだよね。あ、で一応この人に話して、あれか、解読のやつをちょっと持っていったらいいのか。夜の方か。オッケー。ついでだついでだ、歴戦の剣取りに行こう。うわ、55% か。まあまあ一応、お、いけた歴戦の剣までゲットしました。はい、ということで、今7時間34分ですね。7時間半が経過しました。あとパルテティオとオズバルドのメインストーリーをクリアして、エクストラステージだね、そこをクリアして、終了です。何時間で終わるんでしょう。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。